ロッコリーの DNA の中に遺伝子を持っている。遺伝子はなんとかの中に抽出液を全部じゃなくていいのでこれに入れます。あまり激しく混ぜすぎると、抽出してきている DNA が切断されて試験管に移します。各班一つずつ取っていきます。試験管持って前に取りに来てください。あ、もうちょっとだけ、はい。数分置いたでしょうか。数分置いた。少しでこうしてます。エタノールだ。ここは普通に入れればいいんじゃないですか。実は出てる出てる出てる。いや、よく見る。こっちが無水エタノール。で、ここが2層に分かれているっていうのが確認できたと思います。細胞がたくさん入っているか DNA を抽出しやすく。うまい。DNA って書いてる。